さんこんにちは、加古です。私が今ホームと呼んでいるところは福井です。私はボストン生まれボストン育ちで、ずっと日本で暮らしたいなって思いながらアメリカやアフリカで生活を続けてたんですけど、このオンライン授業のおかげで日本に来ることができました。そんな中、親戚もいない福井を選んだ理由は、やっぱ福井魅力満載なんです。自然や、美味しい食べ物、歴史や伝統豊かで、越前和紙とか、越前ガニ、恐竜のこととか、やっぱ幸福度ランキング1位っていうことで知ってるかもしれません。でもそんな中、私が福井居場所って呼べるのは人のおかげです。福井の人は本当に優しい方ばっかりで、すごいウェルカムしてくれて、アイデンティティとか複雑なことを考えずに入れるところが福井が初めてなんです。そんな中、こうデベロップメントのことを学習しつつ福井にいると、福井の明日未来をすごい盛り上げていこうっていう方が多いので、そういう活動をに関わりつつ頑張っていきたいと思っているので、ぜひ福井来てみてください。IDP を選んだ理由としては、私大学も偏大で、エスカレーター式で大学院に進めるプログラムがあって、それを通して4年生の時に IDP の生徒や教授とクラスを、受けることができました。それでインターナショナルなこんなグループと、しかもすごい経験値の多い皆さん、プラス、もう最先端を走っている教授との学びの場がすごいなって思って IDP を選びました。IDP で学ぶことは、やっぱ仲間との話でのいろんな国際的なこととか、ケーススタディを通していろんな国でのデベロップメントのことを学べると思うんですけど、とにかくTheoryとPracticeの掛け合わないところとかだったり、デベロップメントの歴史とか今の現状とかで、絶望することとかもあると思うんですけど、そんな中、こうやって仲のいい40人がいると、すごいみんなで頑張っていこうっていう気持ちがあるので、希望が生まれると思います。それが今一番大事なのかなって思います。